系の番組の件に関してはその単純に人の喧嘩って見てて面白いと思うんですよね。なんかあのブレイキングダウンとかも今すごい流行ってるじゃないですか。あのガチで人がなんか口喧嘩やら殴り合い見るタイミングって生きててそうそうないと思うんですよガチ喧嘩って。だからやっぱそういう非日常なものを見てて楽しいからじゃないかなって私は思います。多分いろんなね理屈あるかもしれないけど、私は普通に単純に人の言い合い見てて面白いなって思うから見るし、